力眼のハーフブロック。いや、じらしてきますね。なんだこれは。出た、なあ首。パート1、いろんな人に見てもらってさ、シュルカーボックス普通にレアじゃねって言われて、で、確かに、まあ、シュルカーボックスあればいらないアイテムとかしまえるから、よくよく考えたら、まあ、めっちゃ便利なんじゃねってことで、ちょっとさ、いやごめん、なんか最初さ、微妙とか言っちゃって。いや、これでさ、確かシュルカーボックスってさ、あれだよね。壊してもさ、持ち運べるんでしょ。だから、これ、どうもこんにちは、ビクトです。今回もアイテムがドロップにランダム、あれ？ドロップアイテムがランダムになる世界でやっていきます。いや、どうやらシュルカーボックス、おい、シュルカーボックス、おい、普通のチェストと一緒じゃねえかよ。これじゃ壊したらなくなっちゃうじゃん。ちょっとしっかり、マジでマジでちょっとやめてほしいんだけど、本当に。まあ、ということで、前回はですね、なんと、鉄のピッケルとかこう作れるようになったんで、まあ、一応ね、壊せる範囲が増えたんで、ま、いろいろね、多分もうだいぶサクサク進められるんじゃないかなって思います。で、あと、これもコメントで多かったんですけど、松明壊せよって言われて、いや、確かにって俺も思ったよね。ちょ、壊すわ。白色のチューリップってさ、俺見なかった。え？これなんか見なかった、これ。わお、消滅。まあ、ということで、まあ、前回の肝はですね、このタンポポなんですけど、あのタンポポがなんかどうやら沈没船のチェストらしくて、めっちゃアイテム出てくる。なん、おはは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 、やば、ダイヤモンドゲットしちゃった。え、ぬるげちょ、タンポポ、これ、ぬるげすぎんか。ちょ、ダイヤモンド出てきちゃったんだけど。大丈夫これ。あ、てかさ、一個気になったのがさ、ダイヤモンド鉱石壊したら何が出てくるんだろう。結構それ気になるかもしんないな。ちょっと掘ってみたりしてもいいかな、洞窟へ。行ってみようか。ちょっと待って。木材ってさ、何から作るんだっけ？あれ？木材ってなんだっけ？あ、やばい。もう忘れちゃったんだけど、なんだっけ？あ、あれか。ゾンビか。そうかそうか、ゾンビが木材になるから、ゾンビ倒さないといけないのか、だる。あ、と思ったけど、豚も木材になるじゃん。豚見つけたらもう食料という考えではなく、豚はもう木材。もうそういう考えでいこう。白樺の木材ってさ、これ何になるんだろう。これも一応試してみるか。まあ、なんか壊してなかった気がするから、木材。雨も降ってくるしよ。何なんだよ、マジで。幸先が悪いんじゃ。え、待って、スケさん湧いてる。うわー、雷やばい。ちょっと待って、雷動画的にちょっとなんかうざいから、雷終わるまで、待つ、ちょ、待って、ちょっと待ってね、オッケー。なんか落とした。あ、こいつカーペット落とすみたい。カーペットだって。カーペットって多分普通に壊せるよね。おお、エンドストーンレンガのブロック。これも壊せます。レンガだから、これ。雷も鳴ってるしよ。幸先が悪い。ちょっと待って。なんかこんなとこにかわいそうな木材がいる。え、この地形どうなってんの？ちょ、降りてきてくんねえかな、あいつ。やばすげえ浮かんでる。なんかテトリスの途中みたいになってる。あ、やっと夜明けになってきたわってことで、まあ、とりあえず、まあ、タンポポを壊しまくったり、まあ、またダイヤ出てきた。すご。まあ、ということで、まあ、探索してたらこんな感じで渓谷を見つけたんで、いや、もう渓谷はさ、鉄鉱石だったり、金鉱石とかも多分あるかもしんないから、いや、これは行くしかないっしょ。で、あと多分ダイヤモンドもワンチャン近くにあるかもしれんから、ちょっと一回これ、おい、あ、木材がめっちゃ落ちてる。拾いに行きてえけど、まあ、いっぱいあるから大丈夫。行くぜ。あ、こういうのも違うんじゃない？これ戦力眼だか暗算が。なんだこれは。パラダイス。え、ちょっと待って。海洋の心ってさ、結構レアなやつなんじゃないの。あれ？これあれか。海底神殿かなんかのやつ、これ。なんかすごい。うわ、鉄の剣もある。ありがてえ。しかも焼き魚だ。焼き魚はありがてえ。え、すごっ。これ何年したか忘れちゃったけど、おい、宝の山だな、これ。これ、勝ったわ。笑いが止まらん、これは。TNT とかも落ちてるし。もう、鉄いらねえわ、これ。鉄が供給型なんですけども。てってれーダイヤフル装備揃ったわ。ダイヤフル装備かつ、ダイヤのツルアシと剣も作っちゃいましたね。あ、もう、鉄とエメラルドとかもうゴミだ、これ。ははは。やべえ、ゲームぶっ壊れた。なあ、いいのか、これ。多分、もう最悪、もしかしたら次最終回になる可能性あるな、これ。
間違えてダイヤモンドヘルメット2個作っちゃったし俺。でもこんだけアイテム手に入れてもまだエンダーパールとか手に入ってないから、で今さらっと今石壊したけど、石ってあれなんだね、階段になるんだね。まあ一応足場にはなるっぽいな。よし、鉄鉱石、何が出てくるかな。ゴミになったらどうしよう。なんだこれ、あ、またシュルカーボックス出てきた。これ将来とかいらんだろさすがに。シュルカーボックス多すぎな。もうシュルカーボックス結局なんか普通のチェストになっちゃうから、もう一回出したらもうゴミになっちゃうんだよなこれも。あ、そしてこれカーペットになると、カーペットからの、お、いやじらすねこれ、戦力眼のハーフブロック、いやじらしてきますね。なんだこれは、出た生首、生首。いやでも生首もこれまだ壊せるでしょこれ、いけるよね。あ、からのトラップドア、あ、まだまだ来る、ネザーレンガのヘイヘイヘイ。あ、戦力眼もいいんだけどさ、この赤いやつ、この赤いやつなんだっけ、これ、これは、うわ、なにこれ、気持ち悪い。あ、これ前回壊したな、テラコッタ。なんか魚、え、エンダーパール出てきたわ。あれあれ、なんか、もっとなんか俺、手こずる予定あったんだけどな。おいおいおい、エンダーパール何から出てくるんだよ、全然わかんねえよとか言ってさ、俺手こずる予定だったんだけど、なんか思ったより身近にあったな。まあこんだけあれば大丈夫だろう。ブレイズロッドがまあいつか手に入ればいいかなっていう感じなんですけど、まあちょっと洞窟つながってると信じて、このままちょっとブランチマイニングしていこうかな。まあそんなに奥深く掘らなくてもまあいけると思うんで。あ、しかもなんかうっすらゾンビの声も聞こえてるから、いやワンチャン、お、あ、金の存在忘れてた。そうか、そういえば金もあったの、ラッキー。金何になるんだろう、ちょっといいっすか金さん、掘っちゃっていきますよ。はい、さすがにこれやってる人金消滅すると思わんだろこれ。いやマジかこれ、あ、めっちゃ近い、え、めっちゃ近い、真上か。え、なんかワンチャンさ、スポナーとかで会ってくんないかな。スポナーって壊したら何になるんだろう、うわ気になってきた。自分でさ、なんかこうスポナーって何になるんだろうって思った瞬間からもうすごい気になるんだけど、うわ言わなければよかった。言わなければいちいち探し、なんだびっくりした、いち、あー、いるね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 、木材たちがここにたくさんと。まあでも残念ながらもうダイヤ装備だからさ、怖くないんだわ君ら。オッケー、うわすげえ、あ、ラピスラズリもあんじゃん、ラッキー。ラピスラズリもさ普通に壊してないからこれはラッキーだな。ちょ、壊すわ、ラピスラズリも。せーのー、はい。シュルカーボックス率高くね。なんかこの世界すごいシュルカーボックスひいきされてるよね。あれなんかな、作者がシュルカーボックス推しなんかな。じゃ、壊すか。シュルカーボックス。あ、これは、あれか、フェンスゲートか。フェンスゲートだったら手でいけるから、こっからなんか消滅しそう。レッドストーンランプ。まだ消滅しないぞ。まだ消滅しないぞ。レッドストーンコンパレーター。これも、これ壊すよね。じらしてくるね、これ。じらしてくるねこれ。あ、またシュルカーだ。なんかまたシュルカーに戻ってくるっていう、やっぱこれシュルカー推しだわこれ、激推し。あ、で土でしょ、あれ土ってさシュルカーじゃなかったっけ、またシュルカー。あ、はい、ちょっとバケツ作ったからこっから水取っちゃって黒曜石掘るわ。まあ、先にダイヤモンド見つけたかったけど、まあいいか。よーし、オッケー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 。え、黒曜石なんだろう、結構さ手に入れるの大変だと思うからさ、なかなか。え、ブレイズロッドとかなんか出そうなオーラ出てるよ。これ来るっしょ。なんかそんな予感な気がする。あ、どういう設定でやってんのかわかんないけど。え？ダイヤもなんかめっちゃゴミでできそうじゃね？なんか普通に種とか出てきそうなんだけど。あ、待って。あ！すげえ！廃校あった！ラッキー！待って！なんか嫌な音が聞こえた今後ろから。待って、やだ！ちょ、詰めて！なに？え？はははハハ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 、エンダードラゴン倒したと一緒だろこれ、もこれクリアだろこれは、もうな、あドラゴンの頭がいっぱい出てきたぞ。あ、これ砂利か、これ砂利。一応ドラゴンの頭も壊しておくか。これツルハシで壊せるやつだよね、ドラゴンの頭。あ、土か、土ちょっと微妙だな、これ多分ボタンになっちゃうよね、また。あ、剣でさ、これクモの巣壊してみたら、まあ、なんもないと。なんもないか、こういうのもさ、全部壊していこうぜ。多分これあれか、プルパーか。あ、プルパーって壊せなかったっけ、俺。お、あ、羊毛だ。
新しい羊毛初かこれ。あ、これ旗はプルパーブロック、これ壊してなかったか。じゃあクォーツブロック、クォーツブロックこそ壊、ああなんだこれ、これあれか、盆栽 GG セットか。これはこれ壊したら、あ、レギンスね、いらないわ。てか1個思ったんだけどさ、おいおい、スポナーあるじゃん、廃校だったら。クモのスポナーちょっと壊すの大変だけど、え、これラッキーだな。ちょっと廃校見つけられたらマジでラッキーかもしれん。本当はゾンビスポナーとか見つけたかったけど、まあそれは、なんで爆発したのと思ったらスポナー見つけた。スポナー見つけました皆さん。おい、やばいな、持ってるな俺マジで、すごっ。いや、これはちょっと運命力高くないっすか僕。え、すごー、出るもんだな、言ってみると。何も入ってねえし。あ、チェストって壊したら何が出てくるんだろう。なんかチェストからなんか出てきたりはしないかな。あー、また盆栽セットだ。ちょっとスポナー壊しちゃうね。じゃあスポナーから何が出てくるかな。なんか今、うおー、ボーナスチェストだこれ。なんかインパクトが弱い。あ、でも木材あるからありがたい。でもあとついでにあれか、これ苔石壊せるね。苔石、なにこれ、これ何、アリウム、アリウムは多分やった。あ、そういえばあと TNT もやってなかったね。 TNT もやってませんでしたね。何が出てくるんだ。おー、 TNT すげー。でも TNT ってそんな簡単に手に入るもんじゃないし。まあでもこれはすごい。あ、てか金ブロックで思ったんだけどさ、俺普通にダイヤ鉱石やる以前にさ、なんかダイヤモンドブロックも作れちゃうよね。ダイヤモンドブロックって何になるんだろう。え、ちょっとやってみたい。あ、木材になる。え、てかマジでさ、クモスポナーないんだけど、逆に。え、逆、あー、なんかまた普通のスポナーまた見つけた。え、俺すごくねえ。逆に俺すごくねえか。これ2個目っしょこれ絶対。だってあれスポナーだもんね、どう考えても。逆に俺すげえわ。やべえやべえやべえ、おー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 おおお、すげえわ。あ、レッドストーン、レッドストーン壊してない、レッドストーン。コンクリートパウダーも多くない。また盆栽セット、はい。あー、消えたし、生命が。いや、ちょ、そろそろよくないっすかね。もうもう僕1時間やってるんすよ。いや、もう1時間もやってるし、そろ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 出てきてもよくない。もう、あ、もう増え、あ、もうマグマある、マグマあるってことは出てくる。それジンクスあるから、ジンクス。痛い、オッケーオッケー、もう来るっしょこれ。いや、絶対この溶岩のところにある。これは勝った。マグマのところに初めて階段置いたんだけど、すげえここ隙間から溶岩入ってきてさ、熱そうなんだけど。あったー、本当にあった、やった。ほら言ったでしょ、そういうジンクスがあるって。これはもうマジジンスケ、いいもん来てくんねえか。ダイヤモンド、さあ何が出てくるか、いくぞ、せーの、はい。あ、盆栽セット。こうやってさ、多くの苗木をさ植えたらさ、壊れるものって変わったりすんのかな。あ、ランプ変わるね。ランタン、ランタン、ランタンを壊すと光ってるということは、ブレイズパウダーということが分かり、まあまあじらしてきますよ。さすがにダイヤモンドさんもそんなバカじゃない。あ、テラコッタはこれ結構なんかいい気がすんだけど。いや、テラコッタいい確率あるよこれ。来た、なんてこっ。まあ、ちょっと毎回同じ流れなんで、ちょっとそろそろ本番いくわ。ダイヤモンドブロックよ皆さん、ダイヤモンドブロックは僕たちを裏切りません。いきます。これはもう多くのハーフブロック、いや、多くのハーフブロックなんてさ、いや壊してなかったな確かに。これ新しい試みよマジで。盆栽セット、植木鉢ってさ、これキノコ植えられんの。あ、植えられるわ。あ、これ壊したらさ、なんかあた、まあ、いつもレンガの塀パターンね。レンガの、あ、レンガの塀、これ何になるんだろう。いやー、コンクリートね、コンクリート。あ、桃色のコンクリートはまだ壊したことねえわ。いや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 、ちょっと長いですって、これじらしますねっていうパターン、これもう多分今日5回ぐらい言ったから、そろそろみんなね、もうしつこいわ、飽きてきたってなってきたから。あ、感圧板ね、感圧板、石の感圧板初じゃね。いや、ダークオークのボタンも初よこれ。ちょ、初めてが多いな、ちょっと今回は。